全開のロス字。俺の箇所は追いついえ。裏でやった時より若干早いの。はい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 。うぃ、残念でした。いいね、キノピオ。あ、かわいい、ウィンクしてる。ルイージのあのガッツポーズめっちゃ左見てるけど、誰かいんのかな。一スター奪います。で、2、1。うぃ、それあれやだな、ミラクルスターマスじゃねえか。まずい、あれやだ、ミラクルスターマスじゃ。え、お前が、はこれ、仕掛けた本人がもらえるんじゃなくて、踏んだやつがもらえるの。ミラクルスターマスということは誰が取ってもいいんだな。踏めさえすればいいんだ。でかすぎない。でかすぎ。どうした今日の俺。あ、ちょっと待って、めっちゃ体温下がる。めっちゃ体温下がる。めっちゃ体温下がった。うわめっちゃ最強早い。これ、一人が有利ゲーかもしんない。めっちゃ俺こすった。で、自分前半ちょっと調子悪かった。両手でやろうと思ったらね、思った以上にずれる。なるほどね。まあ、でも学習することって大事ですから。30ターンですからね、気長に行きましょうや。で、俺1スター奪いますを1つ仕掛けましょうか。1スター奪いますを、そうだなここに仕掛けといてやろう。いやらしいぞ、ありゃ。で、得賞3、少ないね。で、アイテムショップに入りますかと言われたら。そうだなこれ、再々買っといてもいいな。再々買っとこう。7コインで再々買っといて、次アイテムはまあ、マックスぐらいにしといて、で、次のターンで俺、先すね2で1。こっちは俺の確か、10コイン奪いますがあるから、5コインプレゼント。ありがとうございます。そう、5コイン返ってくる。うおに？ちょっと待って、A ボタン連打って書いてあった。ちょっと待って、行きます。すおどうなんだろう、めっちゃ叩けてる。22コイン。素晴らしい。で、さらに3コイン。50コイン。いいぞ。さあ、恐怖を感じる。すごい恐怖を感じる。で、そうか、1スターバイバスとかって上書きもできるんだよね、確か。それ強いよな。で、サイコロサイコロサイコロ手に入れた。7コイン消費、スタートか、うん。おいおい、あいつも横取り圏内だな。20個奪いますを捨てた。最高最高。あいついいな。なるほど。身代わり、俺たちに横取りされないようなあれか。おい、来んのかいいのか。あ、そっか、俺が踏むとなくなんのか、それ。これも結構覚えとかないとだな。なるほど。俺が逆に10個奪いますを減らしちゃったわけか、あいつから。え、そっち行くんだ。5、4、3、2、1。もう奪う、もう奪われるもん何もないように。で、これ、昨日病何したのさっき。散財してたよね。俺はさすがにピー、よし。なぜ？しかも、サイコロ振らずに？え、サイコロ振った方が良かったんじゃないの、キノピオ。いつでも奪えるからってこと。 1！ ミラクルコインマス、アイテムがいっぱい。サイコロサイコロ捨てられたな。で、2人一緒に仲良く。まあ、これはヨッシーだろうな。これさすがにヨッシーでしょ。ピーチなの？いや、お前一番富豪なのに、めっちゃ、なるほど、下船の民に金をあげるというわけだ。お友達。これどうする？ピーチからスタードカー奪う可能性がある。バトルミニゲーム、マジか。おいよ、だとしたらヨッシーがこんな有能じゃねえかよ。なんか来いよ。まあ、一回気にしない、バトルスタート重ねチップタワー。おいおい、割と運ゲー多いじゃねえか。え、キラキラ天体観測、何それ初見来たんだけど。タッチペンで夜空に現れる星をタッチしよう。一番多く星をタッチしたいとか1位。夜空には次々と星が現れず、ピカッと光ったら素早くタッチしましょう。マジ反射神経系無理じゃねこれ。あいつらあれだぞ。あいつら反射神経においては最強だぞ。これ無理じゃない。どこに現れるんだ。おー、いけたいけたいけた。はいはい、いいぞ。はい。次は。はい。あ、来た。あ、タッチ早い。やるね。はい。マジか。早っ。早っ。そんな連続で出る。まあ、今のところ勝ってる。おい。はや、早っ、早っ、早っ。そんな出る。早っ。そんな出る。そんな出る。そんな出る。あ、めっちゃ取ってる。めっちゃ取ってない？めっちゃ取ってる。あ、早っ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 。あ、もういい。圧勝。割と序盤調子よかったね。後半あんな早く出るとは思わなかった。いや、もう圧倒的だろ、俺の星の数。もう言う、俺星座作れるよ。うるざ作れるよ。これでルイージの顔作れそうだもんね。無理だと思うけど。あ、というわけでバトルミニゲームで優勝できたの強いな、これ。金かなりもらえんじゃない？何コイン？いや、もう金の額エグいことになってそうだな、ルイージ。39コイン。もう今金エグいな。なんか運いいね。最強相手だから若干運も俺味方してくれてんのかな、今。いいね。で、金の額はだいぶ増えた。オッケーオッケー、近づいた近づいた。で、俺サイサイ振ればいいか、次。サイサイサイ振りましょう。で、ちょっとあいつ今28コイン。どうだろう、スターとか奪うのもありかな。どうなんだろうね。いや、サイサイ使おうか、ここは安定していこう。まだスター負けてるしね。はい、6コイン4。はい、4。え、いや、低い。こんな低いことありますかね。10コイン奪います。いらねえな。4、3、2。
いや、一番足りないじゃん。よし、あげる。よしな、さすがにあげる。で、まだ1を、そう、取ってないからね。これはさすがにキノピオ、それを予期した上で行ったのか。あいつ、まあ、スタートガンだよな、さすがに。ああ、スタートガンよね。横取りでもよかった気がすんな。10出せれば普通にあれだったっしょ。いや、目の前で取るあれやだ、性格悪いっすよ、ほんとに。あれやだって感じ。で、次のスターの場所。これで同じ場所とか来んの場合あんのかな。あら、あらやだって感じ。で、あいつさらにスターあふれるだろう。10とか出すんじゃねえだろ。7、でかいな。これいったんじゃないか。さすがにまだいけないか。で、あれね、危なかったね。キノピオから奪われそうだったよ。え、これ多分サイコロ振るだろう。あれ、キノピオは、サイサイサイ。サイサイサイ振るでしょうね。2。意外と普通ね。で、キノピオスタート。さすがに振るよね。俺みたいに数値低いことはさすがにないや。3、おい、でかい。10、これで15って足りるか。ギリ足りない？あ、ギリ足りたね。ギリ足りたわ。スタート感だ。あいつから奪ってもいいな。全然、うわ、やばいな、キノピオ今。ただこれは決闘マスになったらやばいぞ。あいつ狙われまくるぞ。で、次の場所は？また右に来てくんない？上、ヨッシーの後ろ。ちょ、待って、これ一番キノピオ近くねえか。キノピオだってあれだよね。ピンボールで次飛ぶもんね。あ、でも、そうでもないわ。金もらえるだけか。今、俺2位か。で、3位が同率。4人用ミニゲーム。何かによるな。真っ暗ロード、フーフーロウソク。またフーフーロウソクとかあるのかな。ゴムボートレース。ゴムボートレースか。これむずいよな、確か。ジャンプライズがタイムを縮めることができる。ライバルにぶつかるとタイムが縮むっていう、あれだ、ロスルって書いてあったな。これむずいのよな。意外とむずい、これ。味方が結構邪魔すんのよ。味方通過、あいつらがね。あいつらがめっちゃ邪魔するから。そう、これでね、俺飛びます。オッケー。で、飛んでの、いや、邪魔めっちゃ。めっちゃ邪魔したな、あいつ。で、これちょっと一回ブレーキ押しつつ。あー、で、待って、めっちゃ曲がれなかった。あー、やばい、これは。これは普通にやばいね。で、これちょっと、曲がれない、曲がれない。あー、これ待って、めっちゃ無理かも。めっちゃ無理かもね、これ。で、ここら辺でちょっと曲がりつつの、いや、これちょっと無理かもね、ほんとに。はえー、キノピオ！キノピオ、はえーわ。ちょっとこれね、ダメだわ。てか、最初にぶつかるんだよな。まあでもこれ1位しかもらえないやつが、バトルミニゲームとかじゃなくてよかったわ。キノピオ最強なだけあるね、やはり。え、ちょっとまだミニゲームで安定して勝てねえな、今の。ゴムボートレースむずいわ。ブレーキも大事だな。ただ、まぁちょっとここは横取りしますか。一番アイテムいいのはやはりキノピオか。キノピオが一番アイテムいいような。キノピオから馬を。何がもらえるか次第だな。うわ、ミラクルコインマスか。仕掛け、誰が仕掛けてもあれじゃねえか。あんま得しねえな、これ、俺。まあでも金はあるからね。まあ、とりあえず振りますか。1！やばい、俺ここに来て運が下がってきてる。運が低迷化してきてる。ゴムボートレースとかだって慣れてないミニゲーム多いもん。練習した系のミニゲームがあんま来ないね。で、14。10、でっかこいついったんじゃねえか。さすがにこれはいったろ。でも金ねえだろ。サイコロサイコロ。移動系のやつはもっと欲しいね。もっと来たいね。てか、普通にスタートが奪ってくれよ。3分の1。いや、めっちゃ回るな。めっちゃ回るな。どうした？そんな回るか。で、何してんだ、ずっと。あれが飛ばしてもらおうってわけか。なるほど、そういう戦法もあるよな。確かに一番近づいたな。こういう時に半分サイコロとかありなんかな。全然住みたくない時とか。でもそんなことめったにあるかって言われたら微妙なところで1スター奪います。仕掛けましたね。罠を張ってますね。6、6、5で、なんか買ったな。サイコロサイコロサイコロ。ヨッシーから奪うのもありか、サイコロサイコロ。でもサイコロサイコロまで、あいつか、みんな金を何も考えてねえな。で、10個奪います。アイテムがいっぱいです。捨てろ。10個奪います。捨てた。いや、じゃあ10個奪いますを手に入れたのか。で、キノピオスタート。やばいな、キノピオ。スタート感あるもんね。やばいね、キノピオ。スターの数エグいことになってるわ。これは幸運ですね、今。マジで序盤であんな低迷したとは覚えねえぐらい強いわ。もうその半分だね。半分にいったらなんかあるのかな。ラスト半分イベントとかになるのかな。でもラスト5ターンなんかね、次のスタート、そこでっか。そこでっか。いや、これはもうさすがに取られる。でも、いや、これいかれるか。こいつ金異常にあるもん。買わねえのか。いや、1スター奪います。あいつやばいな。1スター奪います。おい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 。ただでやったな。男前と言うべきなのか、男前じゃないと言うべきなのか。
まあでも俺も割と1スター奪いました。仕掛けてるからな。これはいやらしいぜ。生き延びが1スター奪いました。極悪非道。さて1対3。しかもそれによってお前が敵か。で、逃げろ、シュッポを回してジューシーハム。逃げろですか。運ゲー。さて、じゃあ逃げますか、俺たち。これ、ピーチの逆襲だね。俺左行くわ。お前らに任す、右は。で、これ何、どっち来る。うわ、追われた、マジかよ。何ボタン、何ボタン。ちょ待って、やばい、これ無理かも、これ無理かも、無理かも。あ、ごめんで、あー、いや、これ無理だわ。 APY で AY 連打とかむずすぎ。これはもう負けたかも。運ゲーやばいわ。逃げろ、よし、強い、強いぞ、よし、あと一回逃げろ、お前の勝ちだぞ。いや、俺たちの勝ちだ。俺たちはお前逃がしたからな。左行った方がいいんじゃないか、今回左の方な気がする。あいつずっと左来てるからな。うわー、ほら、左行くべきだったって。よし、逃げろ。俺も連打するから、俺も連打するから、逃げろ、よし、逃げてくれ、頼む、よし、よし、よし、あー。これはみんな最強に同じ道選ばれたらまずいね。で、ちょっと ミラクルコインマスをちょっと俺ここら辺ちょっとぐるぐるしたいから仕掛けとこうかな。ここら辺に仕掛けとこうか。ミラクルコインマス、じゃあ行きます。ポン、1、うそーそんな踏もうと思ったのに、あそこのアイテムショップぐるぐる回ろうかなと思ったのに台無し。で、まあこれはダブサイ使うよな。で、サイコロサイコロはもう売ってるから俺も買おう。サイサイを、サイサイサイを、サイサイサイ買おう。で、あいつは何も買うな。そうだね、今金使ったらあれだもんな。ニスター奪います。もう出るようになったか、ニスターが。やばい、ニスター奪いますわ。これはマジコインスターの奪い合いが発生する。で、こいつ4つ目ね。ついに俺も3位ですか。いやー、もう本当にスターに呪われてるね。で、次どこよ。まあ、正直ターン数が今遅いからあんま、キノピオとかに取られる。間違いなく取られる、これ。で、19、8、7。これその前にあれか。いや、ヨッシーは金ねえか。ヨッシーはどうでもいい。問題はあいつだ。キノピオだな。ミラクルスターマス。おい、あいつやばいな。で、何してんだ。最高最高捨てたの。割ともったいねえな。3、2、で、1、赤コイン。金失うもんねえもんな。で、ヨッシーも多分何も失うことができねえから、再々使うの。もったいなくない？コンピューターのに使うタイミングわかんねえ。ほんと最強か、お前。絶妙すぎない？で、そっち行って3、2、1、出たよ。友達5コインあげちゃおうのコーナー。これ3位の、やっぱねえ、わかってらっしゃる。わかってらっしゃるじゃないですか、ヨシオさん。いいね。おかげで金がどんどん溜まっていく。よし、ルイージはお友達。で、キノピオスタート。1スター奪いますね。おいおい、あそこやべえな。1、1。で、2対2、お前とかいいだろう。アタックガサコとフラフラバギーレース。決戦ハンドボール。アタックガサコそか。これ確か A で決めるやつだよね。俺今回どっち列？今回横ね、OK。俺は確定横っぽいね。じゃ、ちょっと上画面に。さあ、キノピオくん、お前の止める位置によるぞ。お前の止める位置による。はい、オッケー。はい、オッケー、ナイスよ。はい、あ、くそ、ダメか。はい、オッケー、いいよ。で、からの、はい。うわ、マジ、先読みは、それは先読み聞いてない。あ、それダメ、それダメだわ。キノピオ、ちょっと。はい、オッケー。はい、オッケー、からの。いや、金は取られねえ。金取って、ちょ、キノピオどこに止めてんの？バカチ。くそ、ダメか。キノピオ違う、キノピオ違うんだ。俺が間違えて止めちゃった。いや、あいつらに全部押された。全部金を取られた。俺が先に決定を押すべきだったから、横で先に俺が決定すべきだったから、あいつに合わせてたんだけどさ、ダメだったね。合わせるべきじゃなかったかもしんない。まあまあまあ、金は別にいいんですよ、正直。バトル以外だったら。いや、問題は俺スタート。どうしよっか。10個奪います。そうだな、こいつの1スター奪います。上書きしとくか。オッケー、上書きしといて、ポン、1！ なんか俺1率高くね？だからこれピーチにあげとこっか。ヨッシーにあげた場合、金、あれ取られる可能性あるから、ピーチだな。一番遠いし。ピーチに5コインあげて、これでとりあえず、キノピオには絶対取られるんだ、でもこれ。いや、ちょっと待って、俺、運、ねえ。まあでも後半で運が強い男、ミラクルスターマス、どこに？そこね。あれは期待できるな。3、2、で、サイコロサイコロとか買うか。サイコロサイコロサイコロ。そうよね。買うよね。だって7コインだからめっちゃ消滅するよな。うわ、20個奪います。全財産奪われた。おいおいお前、それヨッシーに奪われる可能性あるじゃねえかよ、おい。でもあいつダブサイ持ってんだぞ。俺ペケになるぞ。金の額は異常だけど。
まあ、とりあえずマス目を潰してくれたということに感謝をしようか。よしスタート。でダブサイ66、うえー、ゾロ目男。お前ついに金まで俺から金をいっぱい富豪の持って富豪の俺の地位ですら奪ってくる気か。で12。まあでもね、最初の方でいっぱいスター獲得したら決闘で挑まれる可能性が激上がりするんで、俺あんまやりたくないんですよ。でヨッシーとスターコードランね。もうね、次のマス目によってはキノピオよりも俺が先に取れそうだけど、どうなんでしょうね。こう横取り袋使うのもありか、金あるし。うわ、ヨッシーを連続取りじゃねえか。いや、金足んねえわ、あいつ。1コイン足んない。残念。まあさすがに20コインだもんな。で、なんか代わりにサイコサイコサイコロめっちゃ買うな。横取りでどうしよっか。ピーチの方がなんか良さそうだな。横取り奪っても別にいいし。で、2スター奪うやつでもいいし、サイサイを奪ってもいい。ただ次のターン俺、ピーチから盗もっか。そうしよう。で、次、キノピオのターンで、さすがにたどり着くんじゃねえか。ここで底辺を出すってことはねえと思うんだけど。おい、仕掛けるね、1スター奪います。6、さすがにいったな。5、4、3、あ、いってねえな、これ。いってねえな。俺1対3、1人側やらせてよ。波乗りアヒルボード、対決のレース、探しててレーサー。対決のレース出たい、同じやつね。ぶつかるとスピードダウンつったから、なるべく合わせてあげるのがいいのかな。もう壁にぶつかり出したら俺もそっち側に曲がった方がいいかもね。壁にぶつかり出したらもう入力するわ。いきます。ほい。早すぎ、俺が押してんのか、これ。早すぎたのかもね。で、これで、はい。大きいよ。そうだ、あいつらが曲がり出したくらいで俺も曲がろっか。はい。オッケー、これぐらいで曲がってっての、はい、オッケーよ。で、次、誰かがぶつかり出した瞬間、この辺ぐらいでから曲がっての、いいよ。で、からの、はい、からのぶつかってる、オッケーいいよ、ぶつかってるんで、ここら辺で曲がるの、はい、こっち曲がるの、で、ここら辺でも、オッケー、どうだ、これ、どうだ、俺たちの方が早くないか、どう、俺たちじゃない、オッケー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 、ナイスチームワーク、へい、よし、キノピオ、へい、へい、へい、ナイス、ただ、スターは今3位ですが、金だけ異常にある男、どう思うんです、金だけ異常男です、本当に、どうする、ここのスター、一回諦めるか、キノピオに取られそうだし、まあ、とりあえず横取り、おめえだよ、あれだ。おめえ今アイテムいいもん持ってんだろ、どれかよこせや。オッケー、サイコロサイコロいただき。ゲハハハ。で、俺ちょっとこれスタード感買いましょうか。ここはスタード、1! まあよかった、昨日あいつが踏んどいてくれて。で、スタード感1個買う。いや、スタード感2個買うのもありか。横取り誰も今いないもんね。いや、ピーチがいんのか。じゃああんまいいアイテム買いたくねえか。逆襲されそうじゃない俺。いや、でも、1は、多分3位の俺は狙ってこないんじゃないかな。だからここはちょっと一回、これで買い物続けますかっていう、ちょっと、あれか、逃げるようで、これいろいろ買っとくか。3択にしとこう。これで OK。これでいいでしょう。で、あいつにスターを取られてしても俺は次のやつ取ればいい。ただ6個目なんだよな。キノピオのやべえところ。キノピオ6個目なのよね。すごいね、俺のやつ。めっちゃなんかすごい並びいいね、アイテムの。おい、俺から奪わない、ほんとに。よし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 、いいねいいねいいね、分かってらっしゃる。分かってらっしゃる。俺の方が絶対アイテムいいのに、俺から盗まない。あれやとは一体何なんでしょうね。で、銃、でっかい。これいったか?いや、諦めたな。これどうなんだろうね。俺も、お前、これ、やばくないか?あー、友達と一緒にもらおうやね。もらおうのコーナーね。これ昨日、さすがにヨッシーだろ。ヨッシーから物を奪ってて、ヨッシーに金あげるからこれで許してというあれやだ。狂気の沙汰。まあ、ヨッシーがでも、あれじゃないか?これ4つ目取れるんじゃないか?正直、キノピオに取らせてほしくはないな。さあ、なんだ ?5、8、2、16ですか ?15 ぐらいね。まあ、これはさすがにいったな。まあ、次遠くても俺はスタートかな。いきなりしかも先手必勝、やる気満々、意気揚々できるんで問題ないでしょう。で、これスターの位置によるな、次の。スターの位置が近ければ俺はこのまま再再でいいし、遠かったらスタートかなでいけばいい。遠いんでスターです。あれです。いきます。スタート感で。これさすがにスタート感でいきます。行かざるを得ない。4、3で、ちょわんちょわんちょわん。サイコロサイコロサイコロ買った。有金全部はたいたの。すごいな。で、2、1。さらに押したもんないもんね。で、次、キノピオのスタート。まあ、キノピオなんか相手も買うんじゃないかな。サイサイあたり買いそうだね。サイサイサイ買ってスタート感とかか。スタート感さすがに買わねえか。買うか。ミニゲームで勝つ気なんだね。強気だね。いや、めっちゃ買うね。そんな、まあ、スターに余裕あるもんね。で、3、2、1、出た!ガッポリルーレット!失ってる!あいつ、賭け事向いてないね。で、登ってブックレース、2人で抜け出せ。2人で抜け出せ、これなんだっけ?2人で抜け出せってなんだっけ?
これか。花袋を壊す中アイテムが出てきます。スターを見て意外が凍ってしまう。なるべく人にいた方がいいのかな、なんか最強の方だと。俺あそこね、一番近いね。オッケー。で俺あっち側行くわ。こっち側行くわ。オッケーオッケー。でこっち行っての、はい、オッケー。でこっち行ってオッケー。あ、ごめん、なんかぶつけちゃったわ。オッケー。でも早い早い早い、だいぶ早い、だいぶ早いよ。こっち行っての、はいはいはい。でこっち行って、はいはいはい。でこっち、俺ここ叩くよ。大丈夫大丈夫大丈夫。でこちょっと叩い、オッケー。でこれこっち行っての、ちょ、これで、あ、ナイス。オッケー、俺たちも行こう。で次は俺はここの方がいいか。でこれ行って、はいはいはい。でこれちょっと待って、お前早いのよ、今回。今回お前早いね。オッケー。で、こっち行って。痛い！お前あらやだ、お前あらやだ、本当にあらやだだな。お前あらやだだな。お前あらやだだな、はちょっとおかしいけど。オッケーオッケー。ルイージ、ピーチ、勝ち。そう、一応ね、俺3人用、自分で情けない風に負けておりますが、普通にね、みんなに競合して勝ってるんで、いや、俺4位なんだよ、そっか。今俺4位なんだね。自覚なかったわ。4位なんだね。どうだろう、でもこれまだ後でラスト5ターンまで特に動いてもいいんだから、スタートガンで行こう。でスタートガン入りますので、スターもらいますので、仮にまだ余裕ある、まだ78コインある、素晴らしい。で次のスターによる、次のスターが上方面に来てくれればまだいい。いいね。ただヨッシーに取られる可能性はゲニタカだな。ただスター1スター奪いますとか結構あるから、それが結構効いてきそう感はある。で3、2で上行きましょうか。ミラクルコイマス自分で仕掛けてなんだけど、めっちゃ怖いな。とかみんな金ねえのか、今みんなめっちゃ今金ねえんだな。うわ、2スター奪います。うわ、しかもあそこね、あそこに止まった場合どうなんだよ。3、2、まさか。あ、よかった。うわ、めっちゃスカートなんか見えてますよ。でも誰も今金ないからだいぶいいよ。やっぱ世の中金ですよ、皆さん。何が大事って金ですよ。めっちゃ冒険すんね。1、7、あー4、何をやってるんだお前は一体。なんだ、アイテム買えねえぞ。何、20個奪いますか、スター奪いますが出ることを願ったんかな。多分そうだろうな。で次のターンも俺まだで、あいつはスタードガンあったとしてもまだ俺から奪えない。そして俺は最高サイコロでまだ移動できる。お前はまあ移動するよな。5、はい、次1、3で3、2、1、お前もみんな集合じゃん。こいつ金取ったな。だが先に動けんのはこのディオだ。先に動けんのはこのディオよ、4体ゲーム。さあなんだ、叩いてペンシルか、叩いてペンシルリベンジさせてほしい。おい、ちょっとリベンジしたいで、ちょっとどうだろう、でもいけるかな、ちょっと不安な感じある。めっちゃ不安な感じあるわ。ちょっと待って、いけるかな、詰めれんだ。どの角度がやりすぎて、ちょっと見つけていい、これかな。ちょ、横持ちやってみた。これで無理だった、ちょ、ごめん。これでいくわ、いきます。かー、押せてる、これ押せてる、押せてた。俺なんか若干なんかかすってる感あったわ。無理だったかも、もしかしたら。あ、すいません。さあ問題はこれで、ちょっと俺ここスター取っちゃうとちょっと怖いよねって感じはする。決戦で挑まれたらやばいよね。まあ、でも男なら行くしかない。もう行きます。はい、2、はい、2、2、6、10なんです。5、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 
しやすかった今。確実に狙いました。うわわわすごい言われたね。待ってこれ大丈夫だろうな、なんか変なマスねえよな。一応確認、1、2、3、4、5、6、 OK、 6兵器だね。じゃあこっち行きます。金もあるしスターもある。そうミニゲームで勝てなくても何とかなるんですよ。正直最強は桁が近いすぎだ。おいえ。で、ここでアイテム買いましょうか、一個。で、次の、で、ここでスタートガン買いましょうか。で、次のスターの位置、そこね、オッケー。買わなくてもいいな。まだ誰も金持ってるやつはピーチぐらいか。で、スタートガンあるから、キノピオがまずいぐらいか、アイテムショップ入ろう。で、スタートガン買っとこうか。これ、スタートガン2個買ってもいい気がすんな、スタートガン。そう思わないもんな。スタートガン2個買っとこうか、ちょっと。スタートガン2個買おう。もうちょっとさっき結構な額あれだったもんね。ゲットできたもんね。これはスタートガン2個買おう。これは2個買っちゃいましょう。はい、毎度さっさー。オッケー。で、からの金も3コインもらえる。さらにまだ80コインある。スターは3枚ぐらい買える。で、一応俺は最強にちょっと足を踏み入れてるぐらいなんで、なんか今日叩いてペンシルめっちゃね、調子悪いんよね、みんな。なんだろう、A ボタンがあれかな。ちょっと連打できてないんかな。俺いつも詰めれんだわね、割とね、最強格なんだけど、割と。あれかな、詰め連打できてないのかな。
20個祝いますで、ね、アイテムがいっぱい、これでサイコロサイコロ捨てたりしたら受けたんだから、あいつ横取りで俺から、おい、木のぴょにそれ1スター奪います。お前さただでやるなよ、木のぴょに1スターを。あいつスターどうかあるんだぞ。お前やってくださったな、やばいな、木のぴょえぐいな、木のぴょ常にスターの数えぐい、あいつやばいな。ミラクルスターも踏むしな、いたさミラクルコインも俺のやつ踏まれそうで怖いな。マイナス10コインね、めっちゃここ仕掛けられるな。いや、八つ当たりかのようにキノピオのとこ置かれたな。で、4、3、10個奪います。で、3、2、で、あ、結構もう失うね。めっちゃ金を捨てるね、よし。これ5コインコインで交換とかになったらやばい。で、スターとかになる。それ使うよね。いや、7つスター目か。やばいな。さすがに7つスターはえぐいな。やばい、叩いてペンシルがマジで弱い。もっと練習すべきだったかな。コツつかんどくべきだったかな。連打系だから結構いけると思ったんだけど、叩いて3本で3秒台一応出してんだよ。3秒57ぐらいだけど。あ、でもこれ再生でいい気がするけど、スタートガン使っといた方がいいか。横取り持ってるやつがいいんだよな、一人。一人横取り持ってるやからがいいんだよね。それ怖いよな。で、コインが足んないでシャップはいけない。でもスタートガン、そうだよな。みんな、また出たよ。でも金ねえぞ、お前。で、よし、金なし男ね。平方バーガー探しててでさ、平方バーガー、キャッチャーパニック。これ一人側にあれだっけ？なんか UFO キャッチャーみたいなのやれみたいなやつだっけ？下画面の方でいいのかな？上画面の方が良さそうだな。オッケー。じゃあとりあえず行きますか。まあ、これなんか最強がなんとかしてくれるっしょ。はい。で、これで、ちょっと待って、俺どうすりゃいいんだ？ちょっと待ってね、これで、これでこう行って、おい。ダメか。で、これこっち行って、ちょっとここら辺置いといて、めっちゃ平方に潰されたな。ナイス平方。オッケー。で、みんな金10コインずつプレゼント。ありがとうございます。じゃあ、スタート感使っていただきますね。横取りされる可能性があるんでね。ちょっと俺先使っとくわ。あいつに盗まれていいように使われるぐらいなら俺が使う。さというわけで、じゃあ、スタート感をいきなり使って、これでやっと6スターに俺なる。で、次のスターの位置によっては、まあ、アラヤダに取られるけど、まあ、それでもあいつ4つ目だからね。まだ。キノピオこのまま1位に独占させて決戦マス止まっ てもいい気もしなくもない。あれやだ、目の前で。俺はまあとりあえず最後ブロックにドーン2。お、これ上にドーン、さらに金ももらえちゃう。これ止まった場合どうなんの、キノこれヨッシーのマスに。これ効果出るの？あ、出ないんだ。それはいいんだ、許されるんだね。よかったよかった。さすが理不尽だもんな。いる？お前1個しか効果できねえんだぞ。20コインとスターを交換しますかってわけで、20スターコインと交換。どうする？まだスタートガン使うべきじゃねえかな。どうだろうね。残り5ターンの間に、まあ、でも、狙いに行ってもいいよな。そこなるほど。だとしたら俺、再々で行くか。スタートガン取っといて、再々で行くか。で、なんか買おう。で、サイコロサイコロ。そう、ここら辺にいる連中今、金ない。そして、木の部は一番遠い。みんなそっち行くね。スター諦めたか？ 1 スター奪います。アイテムがいっぱいです。サイサイを捨てた。勝った意味。勝った意味とは。で、3、2、1。これクッパゾーンでは。これクッパゾーンがスターゾーンに行くかのやつだよな。スターゾーンに行く確率はどれぐらいなんだろう。で、うわ、クッパゾーンだね。あれやばいかもね。クッパゾーンへたどり着いたらやばそう。あれやばそうなんだよな。だってあそこだけ5個ハテナマスだぜ。絶対やばいよ。あ、俺の10個奪いますが上書きされた。なんてこと。3で、お前金ねえもんな。ここの、ここにいる人たち金ねえな。すげえ、失うもんなんもねえから、とは言ったけど、そこは諦めないんだ。そこは諦めるんだね。いや。え、これ、ダブサイ？ああ、まあ、キノピオも、ま、金はね、次ミニゲーム買ってあるもんね。あいつまだ諦めてない顔してる。1スター奪います。1スター奪います。で、19、8、7、6、5、4、上行くか。で、3、押せるかな？おお、押しやがった、こいつ。マジか、やるね。キノピオ今回のマジライバルだな。え、でもそれやばくないか。ミラクルなんだっけ、ミラクルマスとかだっけ。うわ、お前ハラヤダやってますよ、これ。ハラヤダさ、ハラヤダさんさ、ちょっとそれないぜ。ハラヤダ、お前キノピオにめっちゃミラクルさせるじゃん、ミラコさせるじゃん、めっちゃいいのか、お前。手すりでジャンプきた。ちょっとこれ勝ちに行くわ。ちょっと画面きれいにするわ。よし、オッケー、みんな。だいぶ指をきれいにしてきた。オッケー、行きます。行きますよー。いやー。いや、
けい157 157はだいぶじゃないか。どうよ。あーでも975は超えれなかったか。まあだがいい、手すりジャンプでは俺は負けはしない、絶対にな。手すりジャンプは確実にコツをつかんだ。むお前らじゃ勝てんよ。ここはサイサイでいくか。どうする。いやでもスタムチ後ろだからスタードガン使って、でここでスタードガンでから出てきます、スターもらいます、はい。で、7スター、オッケー、残り2スターであいつに追いつける。で、ボーナススターもね、今回パーティーモードなんであるんで。で、ここで俺もう一回買おうか、スタードガン。スタードガン買うって、サイサイを買おうか。はい、ポン、10でかい。で、8。ちょっと待って、これ、アイテムショップ行ってもさ、なんか変なマス止まったりしねえだろうな。まあ、一応、今回スタードガンねえのか、だったらサイサイ2個買っとくか。サイサイめっちゃ買っとく。いや、1個だけ横取り買っとくか。いや、でもそんな奪ってもいいもんねえな。だったらサイサイ買っとこう。オッケー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 。これちょうど60コインなんで3枚分はスター交換できる。で、10マス。問題、こっから8マスって何？ 7 マス。1、2、3、4、5、6、7。あー、でも俺再三あるから。行っちゃってみるか。こっちスターゾーンに行けるんだ、スターゾーンに行けるでいいし。で、これコイン交換マス。いらね。コイン交換マス諦める。3、2、で、1。オッケー。で、これで、クッパゾーンじゃなくてスターゾーンに行けるんならもう満タイ。嬉しいぐらい。クッパゾーン真っ白なのだ。うーん、横にずれない。オッケー。まあ、これでクッパゾーンにたどり着いた問題はない。で、問題、ピーチこれ踏んだらどうなんの？踏んでみてくんない？横取り誰から？え、俺から？あ、よかった。よ、なんでヨッシー？何がお前をそうさせるの？なんであいつヨッシーにめっちゃ恨み持ってんの？てか、あいつキノピオ、お前のせいだからな、あんなスター持ってんの、キノピオが。8脱出したな。よかったね。おい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 、やっぱこいつやってんじゃねえか。こいつどんだけキノピオにスターあげりゃ気が済むんだ。いやでもまだわかる。こいつ幸運、ちょっとこいつ運がちょっと上がってきてるわ。だからこそ、後半残り10ターンで俺の運が上がってくるわけよ。これやばいぞみんな。マジで10スターはやばくね。あいつほぼ他人から盗んだもんだぞ、しかも。うわー、あいつ10個奪いますを着実に仕掛けてくるな。4。お前もしかしてミラクルスターマス、おい、お前もまさキノピオに肩入りすんじゃねえな。お前も来るの？スターゾーンに来るんだったらスターゾーンに来るで別にいいけど、キノピオに正直今やばいからね。お前もそろそろ幸運になってもいいんじゃない？スターゾーンは行かないね。行かんねえ。行かんねえ。で、これはお前はミラクルコインマス、まあ、止まれればいいね。止まれればいいね。あそこやばいね。2連単でミラクルコインとあれだわ。7、7、6、5、4、3、2。あそこヨッシーゾーンやばいな。サイコロサイコロサイコロ。金に余裕あるものある。え、1スター奪います。捨てた。なるほど、スタード感か。あいつ10スターだからな。これ以上スターは手に入れさせたくないけど、いや、めっちゃ買うな。次のミニゲーム勝てなかったらどうすんのあいつ。あ、なるほどね。そういうこと。で、なんだこれは。キャンディープレゼンスカイダイビング、どかして走って。よく見てスカイダイビングがいいね。これは楽なんだよね、割と。で、これはまあ、移動と指定された的は的ごろに色が変わりますと。これ下画面でいいよね。ただこれ問題的に、あんま関わらないことだよな、コンピューターと。で、丸ね。意外とこれ判定が結構、マス目、俺たちが今ここら辺の画角の飛んでるここら辺に全体的に活用されるから危なーい。オッケー。キノピオ取れなかったね。で、丸三角、バツ、バツ、バツ、ここ、オッケー、バツ取った。全員取ってるね。で、次、バツ。バツ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 。オッケー、バツ取れた。で、ヨッシーが強いな。で、ダイヤのマーク。ダイド、わー、あいつ、あ、誰も取れなかった。めっちゃ邪魔したな、みんなで。四角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 。あー、誰も取れなかった。めっちゃ邪魔。ヨッシーと同略。同略。めっちゃ、まあ、ヨッシーと同格ならいいでしょう。めっちゃみんなと邪魔し合ってたね。みんなね、ヨッキノピオとね、ヨッシー、あれ、ピーチも取れてればね、仲良し3人組だったのね。まあ、金の額は間違いなく上だから、スターの数あいつに勝てねえ。あいつマジやばい。忖度されてるピーチに。で、俺はこう、鳥サイ使おう。俺はもう小鳥サイ使うしかねえ。いきます。はい、ドン。はい、6。はい、まだ脱出。はい、かな。6、6。あ、惜しいね。6、8、6だったら。これでこっち行って、まずスター、アイテムマスで、なんかアイテムマスショップでちょっとスターコイン、スタード感か。一応もらっとこうか、スタードか。スタードか一応買っといて。オッケーオッケー。で、買い物は続けません。うん。まいどーすすで、オッケー。これで出て10マス。で、スタード交換。で、あいつは確実スタード感で1変えるから。1変えるのでいけえな、キノピオ、マジで。で、次のスタード1はそこか。で、俺こっから10マスってなんだ？
5か、こっから5マスって ?1,2,3,4,5 金か。あー、どう思う?一周すべき。それでもこの上は ?1,2,3,4 で、5。あー、でもスタート感って可能性もあるんだよな、キノピオが全然。スタート感多分このターンで使うから、一旦ちょっとこっちで様子見る。スタート感あるしね、俺。一回ちょっとこっちで様子見よっか。で、これで一度アイテムショップに入らず、金だけもらおう。オッケーオッケー。ちょっと様子見した方がいいよな。まだわからん、正直。スタート感どうせ使うし。で、20個奪います、使う。10。どうなるかまだわからん。3コイン使ったね。で、買った。もう割とこの2人、金をもう諦めてる感あるよな。正直なんか、キノピを勝たせれば価値観出てない、この2人。で、お前は4。これやばいんじゃないか。これでもグラウンドだ。何ゼロ、何が、これが我が家の必殺技、ゼロファイヤー。うわー、ゼロになってる。やっば、何あれ、あれ、そんな凶悪なの。マジ、もしじゃあキノピオあそこに止まらせれば全部今なくなるってこと。10スターが、11スターが、えぐくね。そんなゲートできんの、クッパ様。次のスターの位置はキノピオ有利じゃねえか、お前。でも金ねえな、あいつ。まあ、でもスタートがね、俺取りに行けるから。あんま飛ばしすぎても良くないか、ある。10個奪いますか。よかったな、消えて。よかったな、ヨッシー。いや、マジお前ヨッシーに恵んであげろ。お前ヨッシーにもっと恵んであげろ。1コインしかねえ、でも。悲しい。やっぱヨッシーの逆襲撃始まるぞ、これ。で、俺たちのターン。バトルか。うわ、マジかよ。金いっぱいある、俺が損じゃん。じゃ、そりゃねえべさ。なんで俺か、ほぼ俺か全財産奪ってるだけじゃん、これ。まあ、いっかじゃねえよ。俺気にしろ。割と全部、夫婦同化戦。おい、これかい。さて、じゃあ行きますか。誰からだ?ヨッシーからね。ヨッシー、キノピオ。で、確か確実に吹かなきゃダメなんだよね。これ、俺さ、もう全力で吹いちゃっていいんじゃねえかな。3人分はさすがに回ってこねえと思う。さすがに3人分全然回ってこないから。俺、全力で吹くわ。3人分はさすがに回ってこねえと見た。行きます。はぁー。オッケー。これでもうピーチが蹴らすかってして、必ず吹かさないといけないから。いや、これはもう無理だな。ヨッシーで死ぬか、キノピオが死ぬか。ヨッシーが死ぬか、ちょっと吹きすぎ。で、ヨッシーは死んだ。で、次、キノピオからか。で、若干動画性短くなってんな。なるほどね。いや、これも俺思いっきり吹きでいいな。多分思いっきり吹きでいいわ。いきます。はーい。さすがにこれ、キノピオは耐えれねえはず。さっきの見た感じね。はーい。何?いや、でもキノピオは絶対耐えれねえはず、あの感じ。絶対あの感じ、キノピオは耐えれねえ。いや、無理だろ。オッケー。オッケー、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 オッケー。危なかったな。ちょっと俺のちょっと採寸が甘かった、今の。最後、短いな。いきますか。はーい。で、俺これぐらいまで減らしておく。多分ちょっとずつ減らしてくるはず。オッケーオッケーオッケー。つまり次のターンで俺結構フッぐらいでいいな。フッぐらいでいいな。いや、これはさすがにいったんじゃないかと思うんだけど、もうちょっと吹くべきだったか。ちょっとチキったかな。チキったか、これ。よし、オッケー、危ねえ。オッケーオッケーオッケー。うまさいでしょ、皆さん。うまさいでしょ、私。うまさいでしょ、これ。夫婦同化戦男って呼んでください、これから。めっちゃうまくない?最強をまるで、もっともしないから。何が最強じゃって話よ。じゃ、金は返してもらうぜ。ちょっとだけプラスされたのかな?あ、ちょっとだけプラスされたね。いや、でも回収額確か40コインだったっけ?いや、40コインくらいだったよな。俺、若干返してきただけなのでは。むしろ減った?